魔術だの、魔道書だのってのは、いまいち信用できねえ人だな。うわ、そうだ、補習だ、補習。俺学校行くけど、お前どうすんだ。ここに残るんなら、ああ、不幸だ。不幸っていうより、ドジなだけかも。おぉ、出くのか、その針のむしろ。君、ちっとも反省してないでしょ。わ、悪かったって。マジですみません。おい、どこ行くんだよ。出てく。ここにいると、いつ敵が来るかわからないし。ご飯、ありがとうね。待てって。お前行く当てあるのか。事情はよくわかんねえけど、松寿司ってのがうろついてるなら、うちに隠れてりゃいいじゃねえか。ダメだよ。不幸になる。さっきはドジなだけなんて言ったけど、イマジンブレーカーってのが本当にあるなら、神様のご加護とか、運命の赤い糸とか、そういうものまとめて消してしまってるんだと思うよ。え、それってどういう？つまり、君の右手は、どんどん幸運の力を消しちゃってるってこと。どーん。マジっすか。ね、立ってるだけでそれなんだもの。私に関わったらなおさら。いや、それとこれとは関係ない。危ない目に遭うって、分かっててお前を外になんか放り出せねえだろ。じゃあ、私と一緒に地獄の底までついてきてくれる？ウィー。え？なんか、変なのが出てきてる。掃除ロボだろ、ただの。日本は技術大国って聞いたけど、アガシオンも機械化される時代になったんだね。待てよ。この先一人でどうしようってんだ。大丈夫。教会まで逃げ切れば、かくまってもらえるはずだから。言っちゃったよ。冗談でも、うんと言ってやるべきだったか。変な奴だったよな。大丈夫だ。あの調子なら世界が滅んだって、しぶとく生き残れるって。やっべー。